やってきました第二のふるさと香港、いくよ。ウォールアート来たよ。おしゃれでしょ。もうトレンド最先端のスポットだから、やっぱいいね、この色味もね。もうインスタ映えエッグタルト、うまい。食べる、あげない。香取慎吾さんが描いたアート、なんかこう元気出るね。すごいねこれ。ライチイブは香港のライチはマジで世界一。ごめんなさい。ていうか香港来たら、まあ、極端な話もうライチだけ食べればいいから。一押しの店ディアリリー、おしゃれでしょ。バラが上下しちゃってるからね。ちょっといつも飲んでるカクテル今作ってもらってるから、最高でしょ。もうこれは絶対写真撮っちゃうよね。香港がどんどん新しくなってるね。うめえ。タイコンに来ました。ここはおしゃれでかっこいいですよ。歴史とアートをまさに体感できる場所。最新のアートとかお店とか、ぶっちゃけ言うとここもう一番イケてる。螺旋階段すごっ。わあすごいおしゃれ。あえて外に出る。 Thank you。 いいね、テラス席、これがイケてる。おお、作品のようだね。お料理、広東料理とか中華料理っていっぱい食べたけど、また新しい出会いだね。ここもね、おすすめの隠れ家的なお店、ピンポン。ここはね、昔卓球場だったんだね。トゥンリン三体、体を鍛えると書いてある。謎だね。100種類以上のジンがあるから、自分に合うジンを見つけられるよね。うまい。おしゃれだね、ここも。ここはね、ちなみに香港で最古のお寺なんだよね。これはなんだ、全部お線香になってんだ、ぐる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 。けどやっぱりね、何回来ても雰囲気がいいね。この辺はね、かなり雰囲気あって、活気もあるからね。キンキーの土鍋、これがうまいんだよ。いやいや、おかしい、乾杯。瓶ビール直ね。まずはこれね、空心菜炒め、これめちゃくちゃ美味しいの、このお店の。来た、ごめん。すごいいい匂い。うん、ごめん、めちゃうまい。来た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 、ここここもいいね。最高。オーシャンターミナルデッキ、正直めちゃくちゃ穴場。やっぱここの夜景は最高だね。いや、来るたびに発見がありますね。もちろん定番のスポットも楽しいんですけど、やっぱ新しいスポットとか穴場がどんどん増えてて、もう一度じゃ遊びきれないですね。とにかくね、上がるね香港。